では、スピーチをお願いします。皆さん、おはようございます。今日、日本語のきれいな言葉についてスピーチをします。私はベトナムから来た留学生です。朝日新聞で働きながら長沼スクールで勉強しています。5ヶ月前に日本へ来ました。ベトナムの生活と違うので新しいことをたくさん知りました。いろいろな言葉を聞きました。ありがとうやすみませんはいつも使われています。日本人はありがとうとすみませんをよく使います。ベトナムでは日本のようにありがとうとすみませんの言葉をあんまり使わないので私はびっくりしました。例えば働いている時バイクに乗って交差点で向こうの車に道を譲ったらその人はどうもありがとうと言いました。それから新聞を配っている時にもありがとうございますやご苦労様と言います。そんなことが私にはとっても嬉しくなりました。ありがとうとすみませんの言葉を言うとき頭を少し下げることも大切です。またすみませんのよく聞きます。電車が混んでいるとき誰かが私にぶつかったときにもすぐすみませんやごめんなさいと言います。学生が質問するとき最初の言葉はすみませんです。外国人も日本語習慣を習っていると思います。そしてこの言葉を聞くと私は心がきれいになったように思います。ありがとうとすみませんの言葉は日本で一番きれいな言葉だと思います。それで私は日本の文化をもっといろいろ学びたいです。皆さん聞いてくださってありがとうございました。